です1991年の登場から実に26年ぶりの復活を果たした大注,目大注目のスーパースポーツの世界観をじっくりとお届けします。 リッター V6 ツインターボエンジンと3つのモーターを組み合わせたハイテクハイブリッドスポーツカーの走りも気になりますがさらに今回は視聴者プレゼントもご用意しました番組中に応募に必要なキーワードを発表しますので最後までお見逃しなくまあこれ非売品でなかなかね人気のある T シャツなので最後までじっくりご覧ください、えー、それでは h o n n s x のポイントから見ていきましょう 26年ぶりのフルルモデルチェンンジを果たしたしホンダ NSX スーパーカーとして新たな領域の走りを実現するため空力性能を最大化したフォルムからは唯一無二のオーラが漂っています初代 NSX が提案した誰もが快適に操れる人間中心のスーパースポーツというコンセプトを継承社名の由来にもなっているニュースポーツエクスペリエンス新たなスーパースポーツカー体験を ホンダの最新の技術と解釈を織り込み、高いドライビング性能と安心感の両立という形で表現しています。数々のハイテクの中で一番の注目はパートレーン、新開発の3.5リッター V6 ツインターボエンジンと急速 DCT、そして前輪左右と後輪にモーターを配した最新のハイブリッドシステムを持ち、効率的かつ圧倒的な走りを実現しています。 そんな超ハイテクスポーツカーのホンダ NSX 価格は2,370万円となっています。蘇生したホンダの魂、ハイブリッドのパワートレーンが究極のスポーツ性をどう表現するのか楽しみですね。そうですね。CM の後はいよいよ試乗です。エンジン 視聴者の方大変長らくお待たたせしましま注目の新型ホンダ NSX に今日は試乗します。でまあこの新型 NSX のこのデザインを見ていやこれスーパーカーなのにちょっと色気がないんじゃないのっていう人も中にはいるんですけれどもホンダ車であるというアイデンティティみたいなのを組み込みつつも やっぱりスーパーカーになっているというところが、えーまあ、僕としては高く評価したい部分ですインテリアなんかもこういったセンターコンソールとかメーターとかドアトリムあたりの、えー、その仕上げ造形フェラリなんかのすごくこう濃い感じとは違って割とサラッとしているんですね。スーパーカーパカの世界観と 日本車ならではの、えー、ちょっとこう安心できるような感じ両立させている両方があるというのがこの新型 N.S.X のインテリアの特徴です。さあ料金所からの加速です。いやー早いですね。あのー、今はスポーツモードで音はそれほど刺激的ではないんですけれどもやはりモーターとエンジンが組み合わさって。 加速していくそのフィーリングすごい刺激性にあふれていますエンジンだけで後輪を駆動する例えばフェラーリの488なんかと比べると4輪駆動ということでフルスロットルでフル加速するような状況でもタイヤがまだまだ余裕がありますねそういう意味ではとても乗りやすい車に仕上がってますこれだったら毎日 いても全く嫌にならななららいいぐのスストレスフリーな走行感覚があります。まあそういう意味では今回あの2,000万円を大きくオーバーした価格だけがえあまりこうフレンドリーではないなという気がするんですがその辺りはまああの3つのモーターを使ったハイブリッドというえそういう特別なえハイテクの代償なのかもしれないですね。 高速から降りたところでクワイエットモードを選択しました、えー、エンジンをかけずに、えー、モーターのみ EV 走行をしてくれますでこんな形のスーパーカーなのにモーターだけで走るんですよこれはね他の車ではなかなか味わえない、えー、新しさがありますあモーターだけで加速してますねそしてあ今エンジンかかりましたね あの大体40キロぐらいでかかったんですけれどもおとなしく加速をして渋滞気味のところであればエンジンをかけないで EV 走行を楽しめるということになりますねさあ今スポーツモードにしているんですけれどもちょっと音がうん となしくて退屈だなと思うのでスポーツプラスを選びました、えー。これだと少し足が引き締まると同時に、えー、一番やっぱり変わるのがエンジンの音ですね。こんな、えー、いい音を聞かせるようになります。まさにもうこの V6 ホンダサウンドですね、えー。これが後ろの方から聞こえてきます。モーター の存在これは黒子に徹しているんですけれどもこの踏んだ瞬間の突きですねこのドーンとくる感じ全く遅れなく右足とタイヤがあたかもこう直結しているようなそういうレスポンスを得られるのがこれはもうあの、まあ、ハイブリッドの大きなアドバンテージですよね。このコーナーナに行くと フロントのモーターのトルクを左右で変えてよりり曲がりやすすくくしてくれてれるわけですね、まあ、こういうステアリングの多角が大きくなるようなコーナーえここでも、まあ、結構これ幅の広い車なんですけれどもすごく扱いやすいです狙ったライン綺麗にトレースしていきますしやっぱりこのミッドシップということで。 ステアリングを切ってった時のフロントのこの入り方、えー、これに全く何のためらいもないんですねすごくきれいに入ってしかもしっかりと落ち着いている、えー、まさに人と車が一体になって走っているという感覚を強く伝えてきてくれます新型 NSX に乗って思ったのはやっぱりこの車は。 ホンダ製なななんんだということなんですねまあ当然といえば当然なんですけれどもでもアメリカで開発しているけれどもこうして乗ってみるとやはりそこにはフェラーリとかランボルギーニとかポルシェとかとは全然違った味わいがあって、えー、それは NSX でしか味わえない、えー、そういう世界観をしっかり持っているんですね。 でまああのー、ちょっと値段も高くなった、それから街中では乗りにくいところもたくさんある、えー、そういった弱点はあるにせよ、やはりこういう車が日本のブランドから出てきた、えー、復活したということを僕は素直に喜びたいですし、で実際に乗ってみれば、あやっぱりこの NSX に込められたホンダの思いっていうのは、すごく熱いんだなということを実感できると思います。 はいそれでは安全性の評価に行きましょうホンダ NSX の評価このようになりましたえー、まあ、左の3つですねハイテク系の安全装備はまあ、オプションでも用意されていないことということでバツ、えー、×評価頑張りましょうとなりますそして燃費なんですけれどもご覧のようになりました ともちゃん試乗ししてどうでした、はい、私あの、家の近所でも乗ってみたんですが、うん、あのモーター走行を行うとまず近所迷惑にならないというのがすごく嬉しかったですし、うん、静まり返った状況で滑らかで緻密に路面を捉えて走る感覚がミステリアスだなって思いました、うん、そうですね、まあ、そういう意味では BMW の, BM の i8 という、ね EV、レンジエクステンダー付きの EV のスーパースポーツあるけれどもこれハイブリッドなんで、ねえー、そういう意味でもすごく独特の走り感。 世界観持ってますよねそうですね、はいはい、ここでユーティリティチェックですまずはコックピットに乗ってみましたこのモデルスーパーカーなのにとても前がよく見えますハンドルも上下の張り出しを抑えていて9速のデュアルクラッチトランスミッションはこのようにパドルシフトで操作ができますシフトポジションこれはボタンで選択できてロータリースイッチでは、えー、走行モードを切り替えられるんですね さあそれでは外も見ていきたいと思います特徴的なのは何といっても片側6個の j LED というのが採用されているところなんですこれ夜間は相当なインパクトを与えます、まあ、空力ボディはすごく低くてワイドなスタイリングになっていますねドアミラーはこれ実は運転席からの視覚がとても少ない設計でここで空気の流れをサイドのインテークに取り込む設、えー になっているんですね。えそして後ろのハッチを開けてみるとここに荷物を乗せるトランクルームが存在しています。まあ浅い設計ではあるんですが、うん、まあ十分に荷物は乗せられますね。そしてエンジンこちらになっています。低く搭載されている音聞いてみてください。うんうん、どうでしょう。 い,やいいですね、あのー、初代の NSX は,はりコストを抑えるために、えー、ウェットサンプーの横告エンジンを使っていたんですけれども、はい、今回はドライサンプーの縦置きエンジンにしてきたということでそのあたりも本当にスーパースポーツとして理想を追求したということがお知らせの後は NSX の開発担当者の方にお話を伺っています。エンジン それでは新型 NSX の開発を担当されましたホンダの坂本さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂本さんあの僕まずは嬉しいのが、はい、NSX が復活したということなんですよ。はい、あの思えばバブルの頃に日本からいろんな車出ました。はい、スカイランの GT-R、はい、ユーノスロードスター、はい、それからセルシオ NSX、はい、NSX NS だけ途切れちゃったんですよね。 これはは今回復活するにあたっては<え>結構社内でもちろんです、ね、あの経済状況リーマンショックであったり、はい、大震災であったり、うん、NSX も、まあ、開発しながら途中でちょっとなかなか外に出なかったとかいろいろなんですけども、うん、他の車にはない何か新しいものをやろうと。 既存のパワープラントでもともとやろうというふうに思っていたんですが、はい、それじゃ我々がやりたい新しい走り新しい走りの喜びというところが表現できないということで、うん、パワープラントを完全に新しいものに刷新したというのが、えー、この車ちょっと変わったっていうふうになってます。ね、この 他にはないシステム例えばフェラーリとかランボルギーニとかマグラーレンとかいろんなスーパーカーって今世の中にありますけどそこまで追求したハードウェアというのはホンダ、はい、NSX だけじゃないですかこれはやっぱりホンダとしてはもう世界一になってやろうあるいはこう唯一の存在になってやろうという心意気なんです、はい、やはりあの今までのスーパースポーツというと、まあ、四輪駆動ありますけれども結局その、まあ、駆動するだけの四輪駆動と。 であるいはパワーがありましたけれども、結局、普通に曲がるような車ということで、大体、狙っているところというか、あの動きというのが大体まあ分かるところにあると、それをなんとか一歩新しいところに踏み出したいというのが、この新しいフロントのドロップベクタリングでありますし、さらには電気を使った、ラグのない瞬時の,あの加速ということを目指して、そこが違うだろうということでやりました。 あの今回、この NSX で一つ話題になっているのが、はい、北米で企画されて生産も北米でされるはい、はい、ということなんですけれども、ね、なんでこれ北米もとも、えっと元企画はですねあの北米だけではなく、まあ、日本のメンバーも入りましてやったわけですねで開発をですねあのパワートレーンが日本で、えー、車体というか全体がアメリカというふうに担当が振り分けられました。うんえー、それはやはりあの この車の,あのお客さんでいきますとやはり北米が一番多いというところでお客さんでいるところで開発し生産した方が理にかなうであろうという,うなところから、うん、え北米での中心の開発生産となっておりります、うん、あやっぱりそれはあのホンダの経営ポリシーの一つでもあるわけですよね。はい 電動格納ミラーがいいいていないとか、うん、フロントが擦りそうな時に、はい、フェラリなんかでボタンを押すとピュッと上がるフロントのリフトが、はい、そういうのはついていないとか何、はい、かちょっとこう北米だからかなって感じるところがあるんですけれども、うんはい、どうなんでしょう今後そのじゃあ日本で使うんだったらこういうものは必要だよねみたいなものを、はい、日本仕様はそういうのつけていく計画とかっていうのはおありになったりしまますかえっと計画はまだないです、うん、今この車を出しまして あのいいろろんなご意見を伺っているところです、はい、確かにあのミラーを倒れた方がいいというところもあるんですけどももともと我々もそれも議論いたしまして、うん、一番にこの車でやりたかったことはやはり走りを追求することでして、はい、あのミラーの横にあるあの細いところですね細いですね。そこを細くするのがまず一番と、うん、そこで電動が入れられるんだったら入れればいいというところで、うん、まずは我々のできるところをやってでその次ですかねお客さんの要望の多いところをやっていきたいなというふうには考えております。ただそこで じゃあ電動を入れるから太くするっていう選択肢はちょっと取らないでほしいなと思うんですけれども。ねはいはい、もちろんあの一番大事なのは走ることですので、うん、そこはやはり負けたくないですね。本田、うん、にとって、スポーツカーっていうのはどういう存在なんでしょうか。はい、あの我々にとってスポーツカーっていうのは D. N. A. でして。うん、あの普通車の一番最初に作ったのが S.。 なスポーーツカーを作ってきました、うん、私もそれに憧れてホンダに入りましたしこれからも挑戦できたらなというふうに思ってますなるほどねまあでもスポーツカー作るのは今の時代結構厳しいじゃないですか、はい、そのためには他のホンダ車もどんどんこういいものを作って、はい、売って、ええ、儲けてそのお金でまたもっとスポーツカー作りたいですねそうですねぜひあのその一役になってこの車がその辺の訴求できるといいなというふうに思ってます。 それでは本題 NSX の評価に行きまます。僕のの評価はここようにになりました。〇これは他に例のない超ハイテクスーパースポーツですねもうこれハイブリッドであるしかも3つのモーターを使ってなおかつフロント左右にモーターがあってトルクベクタリングでコーナリングまでそれで助けてしまおうという、えー、そういったものは他に例がないんですね、えー、こういうものがもう出てきた日本から出てきたということすごく嬉しく誇りに思います。そして これは日常使いの配慮のなさですあのインタビューの中にも出てきましたが、えー、例えばリアのトランクこれあの小さいでしかも相当熱を持つんですね。 これ食料品とか入れられらないです、えー、かといってフロンントトはモータータが入ってるんでトランクありません、えー、そして室内側にも、まあ、フェラーリなんかは少しぐらいの荷物、えー、置けるような隙間あるんですけれどもそれもありません。えー、ということで、まあ、ミラー電動ミラーなんかも含めて、えー、その辺りはもっともっと実用性これねスーパーカーだからそういうものいらないよっていう人もいるんですけれども実はスーパーカーだからこそうそういうもの、えー、必要だな,なんだなと。毎日乗ってる人

未来的なスーパースポーツ、実はどの回転域も気持ちいいというところです、まあ。スーパーカーって性能を使い切っている時だけが気持ちいいと思われがちなんですが、モーターだけで走っている時なんかも、あのスーパーカーに乗っているという実感をしっかりと与えてくれるし、スポーツプラスモードだとまるで血が湧くような興奮を与えてくれる、まあ、このあたりの二面性がすごくいいなと思いました。えそしてバッテン、これはエネルギーフローのメーター表示に先進感が欲しい。 例えば、まあ、ハイブリッドカーなのでエンジンモーターアシストバッテリーの状況えそれから SHAWD の作動状況などあるんですがちょっとこの辺りの、えー、表示をもっと視覚的に未来感を与えたらこの車の個性が生きると思いました、はいえー。というわけで2人の評価はこのようになりました。